じゃあ今から、はい、今からカットします。伸びた分だけだね。手伝ってもらって助かったね。一人じゃ大変なんだって。誰か手子がいないと。誰？うん、あ、金井さん。ああ、金井さん。うん、それで中村ラーメンのバラ。うん。だってさ、吉岡温泉入ってたんだよ。はい。そしたら急に電話があったんだよ。はい。トリコ。買ったから。ちょっとほら、今日とか明日とか雨でしょ。雨になるからね、そうするとダメなんだって。ああ、大谷さんから電話ったんか。うん、そうそう。ああ、なるほど。お風呂入ってて知らなかった。うん。だったからさ。うん。あ、頼んでたんだ。うん、毎年。あ、そうなんだ。うん、小餅の辺はね、麦作ってるとこないんだって。わらがないんだって。あ、そうなん、うん、あ、そういえばないよな。こんにゃくでしょ、あの辺、ね、そうだそうだ、うん、ないね、そういえば。ないんだって。そうだそうだ。そうだ、中村田んぼしかねえんだ。ねえ、うん、人にやっても喜ばれるって言ったらね、まだないから。そうですよね。ちょっと終わりましょうかね。